アイソマイは、フリーアナウンサー。千葉県奈良市の市出身。明治学院大学在籍中は、明治学院大学スポーツ愛好会に所属していた、ほか、3年時の2001年6月8日には、桑田圭介の楽曲、波乗り、ジョニーの PV に水着姿で飛び跳ねる役で出演した。そのため、本人がパーソナリティを務めるラジオ番組では、 サザンオールスターズをフィーチャーすることが多い。YBC では2009年、それまで担当していた長沢さき子が妊娠し、出産、育児休暇を取ったことに伴い地上デジタル、放送推進大使の任務を引き継いだ。私生活では2009年9月24日に、自らの担当ラジオ番組で、その数日前に結婚したことを発表した。そのためか、 2010年に撮影された山形県地上デジタル推進協議会の CM では小芝居カット部分で母親役となった。2012年3月6日に自らの担当するテレビ番組ピオタマゴワイド430内でしばらく入院することを発表した。2012年5月上旬、ラジオの仕事から仕事復帰。自らの担当するテレビ番組 ピオタマゴワイド430は6月1日から復帰した。2017年10月に山形放送を退社した。現在は退社済みのためなし。ありがとうございます。